ヨハネの福音書、第四章イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバブテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバブテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。 それで主は、ヤコブがその子、ヨセフに与えた辞書に近い、スカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで、井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第六時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてください。と言われた。 弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神のたまものを知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、 あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですかあなたは私たちの父役部よりも偉いのでしょうか役部は私たちにこの井戸を与え、彼自身も 彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに 先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が五人あったが、 今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、 神を礼拝する者は、礼と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話している、この私がそれです。この時。 弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水亀を置いて町へ行き、人々に言った。来て、見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の見心を行い、 その見業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかさあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは巻く者と狩る者が共に喜ぶためです。 こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取る、ということわざは本当なのです。私は、あなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるために、あなた方を使わしました。他の人々がロークして、あなた方はそのロークの実を得ているのです。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、 あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき自分たちのところに滞在してくださるように願った。それでイエスは二日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。 もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラ屋へ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では立っとばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラ屋に行かれたとき、 ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは、かつて水を武道酒にされたところである。さて、カペナ海に病気の息子がいる王室の役人がいた。この人は、イエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、 イエスのところへ行き、下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よどうか、私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。 帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて、キトに着いた。彼が下って行く途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日、第七時に熱が引きました、と言った。それで父親は、 イエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラ屋に入られてからまたこのことを第二の印として行われたのである。